侍ジャパンに選出されているエンゼルスの大谷翔平投手28が1日午後10時8分、チームに合流するため、プライベートジェットで羽田空港に到着した。羽田空港には、テレビカメラ20台、報道陣70人が集結し、混乱を避けるために、警察官5人と警備員2人も配置された。ファンも、多数押し寄せ、騒然とした雰囲気で到着を待ち構えた。空港にほど近い大田区上空では、午後9時半頃から、報道ヘリコプターが待機するフィーバーぶりで、付近の住民は、なんで、こんな時間に、ヘリコプターが飛んでるんだろう、と不思議がっていた。早ければ3日から代表チームに合流すると見られ、同日に行われる壮行試合中日戦バンテリンドーム名古屋の試合前練習に参加する可能性もある。